冷めないうちにどうぞ。お豆腐は体にいいのよ。大豆は畑のお肉っていうし、栄養満点だし。何言ってんの？給料なんかいらないよ。ごちそうさまと言ってくれるだけで結構。ほんとほんと。当然。残さず食べた上でね。わかりました。私は今手が離せない状態なので、他のものにいかちゃまちゅ。Thank you.
仕事の邪魔しちゃ悪いかなと思ってさ。そういう時は私の入れたコーヒー飲んで。そうでしょ。それはね、私の愛情入りなのだ。愛情は最高の調味料だって言うでしょ。本当だぞ。くっそー、信じてないな。トクトミヤ、これが私の愛情なのだ。ふっふー、冷静なツッコミ。ちぇ、30分もかけて作ったのに。ああ、夢のないこと言っちゃって。私は旦那にゆとりとユーモアのあふれる生活をしてもらいたいのよ。もう少しいてもいいじゃん。コーヒー持ってきてあげたんだからさ。ふーん、ここからの眺めはいいね。わー、風も気持ちいいや。同じ間違いはしないから。わかってる。
よいしょ。したものがあるとつい。また助けられてしまった。ごめんなさい、海より深く反省。このカグサ、同じ過ちはいたしません。じゃ、仕事に戻ります。失礼しまちゅ、書類をいただきに来ました。しまちたか？汗だくでちゅよ。そうでちゅか。こちらが追加の書類でちゅ。では失礼しまちゅ。高平さん、はい、元気です。頑張っているのですが、申し訳ありません。ですよね、はい。あ、そろそろお昼休みですよね。リニア忘れてました。あれ、どこに行かれるのですか？すみません、出過ぎた真似でしたよね。はい。また人を犬みたいに失礼な。旦那がこっちへ向かうのが上から見えたから護衛として普通についてきただけですよ。ありがとうございます。はじめまして、朝霧かずさです。よろしく。
これだと私がバカみたいじゃん。旦那がバカにするからだよ。ハイテンションバカだと？エロバカメイド、なんたる失言。ちょっとした挨拶じゃないのさ。それより、なんでここに来たのよ。お好み焼き、あの、大阪風とか、広島風とかあるやつ。私もお手伝いします。まあね、旦那好きだもんね、お好み焼き。